とても難しいことで、奇跡に愛されなければ到底ありえないことだった。それは覚悟していたのね。覚悟の上よ。そして私はまだお兄ちゃんもお母さんもお父さんも諦めていない。諦めないのは勝手。それはあなたのゲームだもの。私は応援します。干渉もしない。あなたという駒を使ったゲームを私はすでに十分楽しんだし、あなたはもう私にとって用のない存在。せいせいするわね。ならどうして私はここにいるの？招待したのはあんたじゃないの。そうね。招待したのは私。私の駒としてひとときを楽しませてくれた。そのお礼にね。お礼？魔女式のってわけね。楽しませてもらったわよ、この下道が。よくもお父さんやお母さんをこんなゲームに。エンジェ、あなたは家族を連れ戻すことを願った。でももう一つ願っていたの、覚えてる？覚えてないわよ。あの日何があったかを知ることよ。そうだったわね。それが何？バカな。エンジン、まだわからないの？何がよ。これが真実なの。1986年10月4日からの2日間の猫箱の中身は、この後エヴァはクワドリアンで爆発を逃れて生き残るわ。そして猫箱の中身を欲するあなたに最後の瞬間まで沈黙を貫くことで、この真実を永遠に猫箱に閉ざして。何を言ってるの？エヴァ一人が生還する。いくら警察が事故だと断定しても世間は納得しようとしなかったわ。そして亡き夫に代わり会社を切り盛りしようと張り切れば張り切るほどに敵を作り、彼女が壮大な陰謀の女王であるかのようなイメージを作り上げていった。彼女は真実を語りたかったでしょうね。語ったとて証拠もなく、誰も信じない真実を。エヴァの心は次第に壊れていった。あなたもエヴァを拒絶し、エヴァもあなたを拒絶するようになった。歪み切った最後の肉親同士の関係、マナ息子の面影をあなたに重ねては苦悩し、ますます歪んで壊れて。これが真実よ。嘘よ嘘よ嘘よ。これが本当に真実だって言うなら言えるはずだわ。若き真実で言えるわけない、言えるわけがないのよ。エンジェ、エンジェ落ち着いて。
何？赤き真実で、はっきり宣言してあげた方がいいの？なら言ってあげるわ。赤き真実で、これはすべて真実。バカな子、私にそれを言わせなければ猫箱の中に封じ込めておけたのに。でもあなたはそう言うわよね。分かってたわ。もちろん、そしてその絶叫に歪む顔が見たかった。100年は思い出すだけで笑えるような素敵な形相だったわよ。戻りなさい、クズ肉よ。ものなの？バカらしい、愚かしい。どうして人間は真実を自在にできないのかしら。バカみたいにそれだけを追い求め、そして目の当たりにして耐えられず、自らクズ肉となり果てる。ねえ、見えてる？クレル、あなたもまたこの真実を隠したかったのよね。あなたは戯れに憧れる推理小説のラストのようにメッセージボトルに封じるつもりで猫箱の物語をいくつも書いていた。それをあなたは海に投じたわ。この真実を知ったら苦しむだろうものを救うためにね。あなたが猫箱で閉ざし、エヴァがそれを錠前で閉じた。その箱を私が切り裂いてあげたわ。あんたが隠したすべてが無駄。あんたが死んで隠した真実をすべて暴き出してやったわ。それがあなたの目的だったというのですか。あなたはクレルの死を恥ずかしめるためだけにこのようなことをしたというのですか。そしてそれをエンジに見せて苦しめて、やはりあなたは邪悪な魔女だった。私は最初から魔女よ。退屈から逃れることだけが目的の旅人。生きてはめでて、死しては食らって二度めでる。それが魔女の生き様よ。私にはあなたが許せない。エンジェを苦しめ、クレルの異なる世界の私を恥ずかしめた。私はあなたが許せない。リオン、それでもクレルにとってあなたは希望なのよ。死してなおね。クレルは崖より投じられた時、すでに運命の袋小路に閉じ込められていた。そんな彼女にとって、あなたというもう一人の自分が異なる世界では幸せに生きていたことを知れたのは、さぞや救いになったでしょうね。そうです、私は彼女の救いなんです。だから彼女の分まで一生懸命に幸せに生きなければならないんです。リオン、もう少しだけこの真実の物語を見せてあげるわ。興味はありません。いいえ、きっと面白いはずよ。エヴァとキリエの決闘が終わり、静寂に包まれるゲストハウス、その頃の客前、
あなたを招待するわ。客間、屋敷の。ここに一体何があるというのですか？見ての通り何もないわ。でも見ていて、面白いものを今から見せてあげるから。あなたが言う面白いものが言葉通りの意味のわけがない。ほら、ご覧なさい。そっちよ、そっちの部屋の隅。そうね、何もないわ、この世界ではね。でも隣り合う欠片を覗くとどうかしらね。ことですか？これはどうして私がここに。この世界は私でなくクレルの世界のはず。私とクレルは同時に存在できないはずです。そうよ。だから今世界を欠片を移ったの、あなたの世界にね。意味がわかりません。つまりはこういうこと。同じ末路をたどるということよ。意味がわかりません。どうして私がここで死んでいなければならないんですか？あなたの世界、1986年10月3日親族会議に先立ち、ベアトリーチェの葬儀が催されたわ。ええ、知っています。それが私にとっての今日であり、ついさっきです。それからその晩までの間に何があるかしら？何もありません。いとこたちと楽しく過ごし、親族一同で晩餐を過ごし、そして夜には親族会議だわ。あなたは二十歳になったら当主を継承するのだったわね。それは親族たちの間にも円満に決まってることなのかしら？円満かどうかは知りませんが、そういうことになっているはずです。当主様が決めたことですから。さすがに円満だとは信じてないようね。そういうことよ。金蔵があなたを目に入れても痛くないほどに可愛がり、特例的に当主の座をあなたに直接継承しようとしている。そのことを親族兄弟たちが面白く思っているわけもない。気分の謎に礼拝堂の仕掛けを見ればわかる通り、金蔵は気分の仕掛けを六軒島に屋敷を築いたその当初から考えていたが、いつか次期当主を選ぶ試練に使えるかもしれないなんて、ロマンチックなことを考えながらね。
あとはすでに見た真実と全く同じ展開よ。あっさりと兄弟たちに解かれ、黄金の山をめぐって一悶着。そしてキリエとルドルフは翌朝の事件発覚とそれに伴う騒ぎを未然に防ぐため、深夜に殺人を決行する。いとこ部屋に集まっている子供たちを一人ずつ電話で呼び出して殺したわ。いとこの筆頭のあなたは一番最初に呼び出された。そして客までキリエに撃たれて殺されたわ。違うわね。あなたは1986年10月4日の夕方の後ろ宮リオンだものね。だからこう言うわ。あなたは今日の深夜に客までキリエに撃たれて殺されるのよ。そうだ、確率だ。クレルからリオンという奇跡が低い確率で生まれるように、キリエおばさんがそのような凶行に及ぶのだって限りなくゼロに近いわずかの確率に違いない。あなたはそのわずかの確率の世界を見つけることができる魔女ではありませんか。いかにもその通りよ。あなたという奇跡の存在を見つけ出すために257万8917の中のたった一つのかけらを見つけ出してきた。でもね、あなたのこの末路はね、とてもとても簡単に見つけられたのよ。だって確率などないのだもの。私がわずかな奇跡があればそれを見つけ出せるマジでもね、ないものは見つけられないの。私とて絶対の魔女に本当に絶対を保証されたら勝てないんだから。そんな、では私は257万8917分の257万8916の確率であなたはクレルとしての世界に行って逃れ得ぬ運命に翻弄され、気の毒な最後を遂げる。そして257万8917分の1の確率で後ろ宮リオンとして生き、今夜キリエに殺されるの。つまりあなたの、いいえ、あなたたちの運命は257万8917分の257万8917の確率で、つまりいかなる奇跡も許さない絶対の運命で、逃れ得ぬ袋小路に運命の牢獄に囚われているということなのよ。残念だったわね、クレル。いい、ベアトリーチ。ベアトリーチ、閉ざされた逃げ得ぬ絶対の2日間に閉じ込められたあなたは、その2日間の猫箱の中で無限を生み出せる魔女となったわ。絶対に救われない、報われないことと引き換えにね。しかしあなたは夢を見たわ。それが後ろにはリオンという夢。自分がクレルとならずに済み幸せに暮らせていたかもしれない奇跡の世界を夢見て自らを慰めていた。リオンを見つけるのは本当に苦労したわよ。その存在はベアトが夢見た通り本当に奇跡だったんだから。そして葬儀の最後に見せつけてやりたかったのよ。その奇跡をもってしてもあんたは惨劇を逃れられやしないってね。